レメキロマノラバは、ジャパンラグビーリーグワンネックグリーンロケッツ統括に、所属する日本国籍のラグビー選手。オーストラリアのランコーオーム高校卒業後、19歳の時に来日。2009年、キャノンに加入。同年9月12日に行われた、トップイーストリーグ第一節の日本、IBM ビッグブルー戦に先発出場で、公式戦初出場を果たした。 2011年、マツダブルーズーマーズに加入。2012年、日本人女性と結婚。2014年、ホンダヒートに加入。また、日本国籍を取得し、同年に行われたアジア大会で7人制、日本代表として、金メダル獲得に貢献。2016年、リオデジャネイロオリンピックの7人制日本代表に選ばれた。また、 同年11月5日に行われたリポビタン D チャレンジカップ2016アルゼンチン戦にて先発出場で日本代表初キャップを獲得した2017年12月にはサンウルブズの2018年スコットに選ばれた2019年8月ラグビーワールドカップ2019の日本代表に選出された2020年 胸型サニックスブルースに加入。2021年 NEC グリーンロケッツ統括に加入。CM、ありがとうございます。